さあやっていきましょう。今回は副詞の働きというところを見ていきます。さあ早速ね、例文入っていきたいと思うんだけど、いきます。はい、ケンは早く走りますってことで、ケン runs fast っていうことで、さあこの文で言うと、この fast っていう単語、早くっていう単語が副詞に当たるのね。で、じゃあ副詞ってどんな働きしてんのかなっていうと、早く走るって言ってるんだよね。なのでこの fast は runs のことを、走るっていうことを説明してるんだよね。 OK、まあ、もっと言うと動詞を説明してるっていう風に言えるよね。ただ走るだけじゃなくて、どんな風に走るかっていうのを説明を加えてるね。早く走るんだってことで動詞を説明してるっていう風に言えるよね。で、もう一個いきます。はい、 B の例文ね。彼女はとても若い、 She is very young っていうことで、さあこれは very っていうのが副詞に当たるのね。じゃあこの very はどんな働きをしているかっていうと、これは、はい、 young を説明してるんでね。もし very なければ彼女若いって言ってるだけで、ね、どれぐらい若いかっていうのをこう説明してると。で、まあ、言葉で説明すると、 young は形容詞っていう呼ばれるものなので、形容詞を説明してるよっていう風になってるんだと。で、ここでね、知っといてほしいのは、この副詞っていうのは、副詞の働きっていうのは、動詞を説明したり形容詞を説明したりするものだよっていうくらいで理解しておけばいいです。あんまり、え、副詞って、え、何わかんない、え、動詞形容詞説明よくわかんないよって思わずに、なんかこう説明加えるために出てきてる言葉なんだなってことで理解しておいてほしいのね。あんまりここをじっくり考えなくていいからね。で、結構これ並び替えとかでも、副詞どこに置くのってやったりすると思うんだけど、結構慣れていくから、英語ね、普段読んだりとかやってると自然に very young っていう並びが自然だったりとか、 can runs fast、 fast をここに置くのがだんだん慣れてくるので、それはちょっとね、練習しながら慣れてってね。はい、で、ここの回でしっかり覚えておいてほしいのがここなんでね、頻度を表す副詞っていうところ。はい、これ 100% から 0% ってこう書いてあって、例えば学校行きますっていう時にどれくらいの頻度か説明加えたりするよね。いつも行ってるんだって言いたいのか、大抵行ってるのかとか、まあ、時々とか、決して行かないんだとか、まあ、そういう風に頻度を表す副詞っていうのがあるの。これを覚えておいてほしい。はい、そしたら上からいきます。いつも行くんだよ、いつもって言いたかったら、これは always っていう風に言っていきます。 I always がいつもっていう単語になります。はい、次いきます。大抵行くんだよと、大抵学校行くよって言いたかったら usually っていう単語になります。 OK? usually、 これ並びもね、単語の並び、スペルも覚えておこう。はい、しばしばとかよく、これなんて言うかっていうと、これは often っていう風に言っていきます。T 発音しないでね、オープンっていう風に言ってるからね、しばしばとかよく。で、 50% ぐらいになりました。時々学校行くんだよということで、これは時々は sometimes、 sometimes っていう風に言っていくと。で、ラスト、決して何々ないよと、もう全否定してるね。はい、決して行かないんだって言いたかったら、これは never っていう単語が使われるんだと。はい、ということで、ここはぜひね、単語、いつもって言ったら always、 時々 sometimes みたいな感じで単語しっかり出てくるようにしていってほしいのね。 OK、 で、あともう一個だけ出すね。じゃあこの頻度を表す副詞は分かったと、 always、 usually、 often、 sometimes、 never っていうのがあるんだと、これ分かったと。じゃあこれは一体文章の中のどの位置に置かれるんですかっていうところまで最後押さえておいてほしいの。どこに置きますか。例えば、彼は幸せだ、 He is happy っていうのを、いつも幸せだよって言いたかったら always、 どこに入れますか。今ちょっと指で当ててみて、ここ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 どこですか。はい、これ答え言います。ここに入れてください。 He is always happy っていう風にいきます。 OK、 He is always happy っていう風にここに入れてあげます。もう一個いきます。さあ、私学校に行きます、 I go to school、 時々行くよって言いたかったら sometimes はどこに置きますか。ここですか、ここですか、指当ててみて、ここですか、どこですか。さあ、これどうなるかっていうと、ここに入れてください。 I sometimes go to school っていう風に入れていくのね。で、これね、2問とも正解した人はいいんだけど、いや、よくわからないよ、結局どこに置いてんのってわからない人は、こういう風に理解しておいてほしいの。否定の位置に置くって押さえておいてほしいの。ね、He is happy、 否定文にするとき、 He is not happy、 not ここに入れるよね。
なのでこの位置に否定、この位置に頻度を表す副詞を置いてあげる。これもそう、否定文にすると I don't go to school、 don't ここに置くよね。なのでこの否定の位置に頻度を表す副詞を入れてあげると、これしっかりと押さえておくと英作文とか並び替えとかで出ても怖くないからね。 OK、 はい、ということでまとめいきましょう。はい、頻度を表す副詞 always、 sometimes とかね、はい、それは否定の位置に置いてあげると、否定の位置に入れてあげるんだと、これをしっかりと押さえておこう。はい、ということで具体的には He is not happy のこの not の位置だったりとか、 I don't go to school の don't の位置、こういうところに sometimes とか always とか usually とか often とかを置いてあげるんだということね。はい、ということで、今回副詞の働き終わりにしましょう。